おはようございます。ディレクター申します。はい、今日ポケモン GO のバトルやっていきたいと思います。はい、バトルリーグね、前回はね、まあ、クチートとかもだいぶ活躍したんですけど、今回はですね、こちらちょっと見てくれよ。こちら、ゲームウィズの攻略サイトがよくスーパーリーグのね、おすすめポケモンと書かれてあるんですよ。その評価表を見て私思いました。評価星1だと？評価 1?2? いや、いけるからっていうコンセプトです。はい、じゃあお願いします。まあ先発マンタインでございます。ラグナージとかの対策に、おい、オッケー、ラグナージとかの対策になるからね。先発ラグ、あの先発にラグナージとかマリルリア出てきやすいんで。雷の牙だと？雷の牙持ってんぞ、あいつは。嘘だろ。なんで雷の牙鋼の持ってんだよ。事故だろこれ。マジで言ってんの？それはまずいな。で、シール使わせた。攻撃下がる。サンドパンに変えましょう。雷牙って分かってんだったらサンドパンよ、こっちは。で、この長さはね、多分ね、なんか、地震とか持ってるわ。雷の牙が完全にもう目立ってきてるってわけだね。さあ、今度はサンドパン地ならしで弱点を取れます。どうだ？固まってるぞ。おーい、対戦相手さん。おい、対戦相手さん。おー、動いた。あー、よっしゃ、守ってこない。対戦相手さん、どうした？動かない。対戦相手だ。あ、海は動いた。お互い回線が悪いんだね、ちょっと。オッケー。ここで突破でかい。サンドパンがね、そこそこね。ああ！すげえの出てきたな。ミノカロス出てくるか。いや、ミノカロスはやべえな。サンドパンじゃ無理かもしれん。さっき僕は交代し、通信が不安定です。ほんとだ。僕はいつも通りなんですけどね。こっちはでも普通に動くかね。あ、でも滝登りきってえな。いける。向こうがシール使うか否か。多分使ってくれると思います、ここで。で、サンドパン結構強いんですよ。有名なね、レアコイルとかのあたりに、打点は取れるんで。最高！今度こそ！満タインで。あ、来るか。ここ来るか。まあ、何にしても、ここでまあ、食らっちゃいましょう。まあ、ここで倒れてもまあ、いいかなって思うんですよ。耐えるね。さすが満タイン。耐久力さっきからな。はい、ここでバブル光線もう一発撃つ。攻撃を下げれます。バブル光線はね、敵の攻撃を下げる効果もあるんで。だから、どうにしろ。ああ、全然効かない。火力はないんだよな。で、ドラゴンテールだね、こいつの通常技。じゃあ、ここで行くか。オンミョーン。さあ、ここで残り1体ミカルゲ出しましょう。ここでシール貼っとこうね、ちゃんとね。波乗り。このね、通信相手の対戦がね、やっぱ回線が悪いとね、なかなかうまくいかないんですけど。さあ。よし、ここでミカルゲ頼む。バグオング、珍しいポケモンできましたね、最後の最後に。へえ、バグオングか。てか、お互いなんか、あまり見ないポケモン出してますね、今回。ハガネーラはそこそこ見るけど。さあ、怪しい風。上がれ！上がんねえか！めっちゃ噛みつくしてくんね。めっちゃ噛みついてくんね。スペシャルアタッカー来る。どうしよっかな。ここは食らっちゃうか。噛み砕く。ああ、無理か。さあ、いけるか。地ならし打てればいい。地ならし打てれば勝てる。いやー、きついか。よし、いった。いってる。いた。これいったわ。確かに噛みつくは強い技だからな。連射力もあるし。さあ、地ならしで。いけるか。はいー、よし、いい勝負だった。だからいい勝負だったね。お互いなんかあんま見ないポケモン使ってね。タイヤリです。あ、もうきつい、もうきついダメだ。もうきついもん。通信不安定だね。もしかして俺かこれ。通信不安定なのか。あ、変えるね。さすがに変えるか。ダイノーズ！え、珍しいわ。お互いなんか鋼タイプがぶつかったね。てか今回はバナとダイノーズというね、向こうが結構ね、ガチ系のポケモン使ってますね。まあでも、どうだろう。
ねえ、比較的向こうガチ系で嬉しいよ。俺はこの評価星1軍団でやってやるよ。何使っていくんだ。まあ、一応シールしちゃうか。一応シールしちゃうか。どうだろう。岩流れ。あ、なんだ、ブロックする必要ないじゃん。マジか。ブロックする必要なかったやつだ。バカタレじゃん。くそ。ブロックする必要なかったか。さあ、ここでギギギャル。できればダイノゾー突破したい、ギギギャルで。ただ向こうからさ、ギギギャルを落とさないと不思議バナを倒せないわけだもんな。そうだな、向こうからしたらそうか。あ、どうだろう、岩流れ。いや、ブロックしちゃうか。不思議バナを倒すためにギギギャルが必要になってくるんだよね。行くか。行くぜ、カポイラー。カポイラーで突破しちゃいましょう。さあ、カポイラー多分バナー出てくると思うけど、バナー出てきたらストーンエッジがある、一応。エンテラッキー。おっ、え、もう、オッケーオッケー。え、あれ、カポイラーがストーンエッジ覚えるのご存知でない？あなたもしかしてカポイラーが岩技覚えるのご存知でないんですかね？はいえー、はいうるせえ。めっちゃ俺うるせえやつじゃん。よし、あとは。あとはご利用せ、ご利用せ、ご利用せ。なんだったら後ろにギギギアルもいる。大丈夫。後ろにギギギアルもいます。カポエラーの汎用性をご存知ですか？星1に負けるんですか、あなた。おーおーおお勝ったぞ。イエーイうるせえ、俺。いやー、星1が止まんねえなー。星1パーティーが止まんねえぜ。あ、もうきついぜ。きつい。マリルリきつい。まあ、お互い泥試合っぽくはなるんだよな。お互い泥試合ではあるけど、さあどうだろう。向こうもお互い打点はないと言えばない。向こうも打点はないんですよ。あんまり。まあ、じゃれつくはあるかな。向こうからしたら。打点としてはね。波乗りはガードしてくる。さすがにね、それガードするだろうな。うん。なんだろう。じゃれつくっぽいけどな。どうしようかな。冷凍ビームお互いガードしなくていい。お互いガードしなくてよくなった。お互いガードしなくていいやつだね。じゃあここは冷凍ビームを確認したんでギギギアルに変えちゃいましょう。冷凍ビームだと思います、この速度だったら。ハイドポンプだともう少しね、あのダメージに時間かかるんですよ。ただここでハイドポンプ持ってきたら作詞なら大丈夫。これがハイドポンプを打たないから作詞ですね。はい、よし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 。でラスターカノン、まあ、10万ボルトの方がいいんだけどね、本当はね。多分ここでシールを使っていくんじゃないかな。多分、多分ですよ。てか、このままだと、うち、あ、使わないんだ。いけ！いけるか！いけるか！冷凍ビーム、あ、間に合うのかよ！俺だったら絶対間に合ってないわ。俺だったら間に合ってなかったわ、そのタイミングは。なんだ、運いいな。俺だったら絶対間に合うのぜ。よし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 、マリルリ落とす。まずはね、マリルリ落とせるのはでかいでしょ、これ。さあ、問題はあと2体が何かですよ。うわ、めんどくせえ。もうレジスチルとか持ってるパターンっすか。そういうパターンっすか。あー、レジスチルはね、評価星3ポケモンですね。評価星3ポケモンなんですよ、レジスチルって。緑光により相当の速さでラスターカノン打てるっていう強みがあって、それがね、強いんだよな。てか、これニョロトでよかったな、じゃあ。そうだよな、ラスターカノンって分かってんだったらニョロトので受けた方がよかったのか。それはプレミスね、僕の。ラスターカノンを比較的食らわないニョロトの方が良かったかもしれないね、ここは。さあ、カポイラーでレジスを突破できるかって話ですよ、あとは。できればこの一旦ラスターカノンを耐えて、あ、防御がガクッと下がった。あ、やべ。さあ、間に合うか？間に合った！オッケー、間に合った。インファイトがトレーナーバトルだと結構出の早い技になったんですよ。なんで、インファイトを利用し続けるカポイラー結構強いポケモンなんですよ、個人的にはね。あと1体だ。さあ、あと1体どうだ？ユクシー、お前星1ポケモンじゃねえか、ユクシー。いや、きついきついきつい。レンリキ、いやレンリキ強ないか。お、はいはい。親フラが立ってるぜ、俺の中な。俺の中に親フラ立ってるぜ。シール残っていない。いやー、きついか、これ、ユクシー。ユクシーも星1ポケモンだけどさ、確かに。あ、雷持ってんじゃねえかよ。とんでもねえやつだな、あいつ。雷持ってやがる。いやー、これ、ニョロトロで、残ったニョロトロでいけるかどうか怪しいところですよ。ニョロトロで、波乗りでどんぐらいいくか。うわーやべえ、きついんじゃねえか、これはいくらなんでも。
これやばいな。いや途中までの流れ良かったんだよ。あーいけるか、頑張れ頑張れ、ニョロトロニョロトロ、あわ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 、よっしゃー。めっちゃいい勝負した、いい勝負だったわ。死にパーティーでいきます。満タインできればうまいこと活躍したいんだけど、あいいんじゃない、満タインの翼ルーズが木の傘に4倍取れるんで結構な打点になってんじゃないですかこれは。あさすがに帰ってくるか、うわライコー出てきた、ライコー出てきた。まあこれはね後手交代で勝てます。こうすればライコーは基本的にサントパーに対する打点はないはずです、ないはずだのよ。シャドーボール持ってたら事故、その事故怖いからシードしちゃう僕は。なんだたまになんかライコーがシャドーボールを持っててそれが怖いんですよね、どっちかといえばそれがもう事故レベルなんで個人的には。ここで向こうに城を使わせたいね、無理かな、僕だったら城を使わないけど、どうや捨てるか、捨てるのかライコー。あいいね、城使ってもらった、オッケーオッケーオッケー。普通にワイルドボールだったらサンドパン耐えますというか、はい、効果があまりないんでさすがに耐えると思いますよ、余裕でしょサンドパン。うん余裕、さすがにね、さすがにな。さあどうしようかな、えマジ早いね、ワイルドボールたまんのそんな早いんだ。ボルトチェンジが結構なんか強い技になったんだっけ、調整でここで倒しておきたい、オッケー、倒した倒した倒した、でゲージバス音、ここでゲージバス何が来てもいい。ええ豪華ザル、マジっすか、えマジっすか、サンドパンジナーシ見たら豪華ザル出てくるんですか、マジっすか。これ満タインであと刺さるね、てか満タインが、まあまあ間に合わないの知らない、そうか、でも満タインで残り2匹を絶対突破しないといけない状況になってるわ、そうだね、うわーどうだろう、満タインで残り2体を突破しないといけなくなってる、うわー HP 消耗してくからな満タイン、バブル光線、うん、攻撃を下げる、攻撃下げたのはでかいんじゃない、どうだスペシャルタック、よしこれで倒せるでしょ、ガッサは4倍だからね、この攻撃下げるのは大事だと思うよ。さあどうだ、残り豪華さで突破できるか、あー無理か、いやここシールある、シールあるシールある、シールドしてこっちのバブル光線打とう、豪華ザルは確かにねスーパーリーグいけそうではあるもんな、スペック見たら、あいけるんじゃない、あ終わったか、これバブル光線で終わったかな、満タインの汎用性見せさせてくれてありがとう、満タイン強いよな、こうしてみるとタマンタンから進化できるんでね、お手軽に技解放してどうでしょうか。さあラスト5戦目となります、満タイン頼むぜ、あナマズはねむしろ満タインはいけるよ、そういう水地面とかいう連中に満タインは水飛行タイプなんで有利取れるからね基本的には。ただナマズが吹雪持ってた場合なんですよ問題は、この速度は泥爆弾とか水の波動2択です、はい、吹雪もっとかかります、さすがにね、はい、はいはいはい余裕ですよね、こういうことこういうこと、だからナマズンとかラグラジのあたりに満タインはかなり有利に出れるんで個人的な見解だと。これギャラドスでも同じことできるんですけど、ギャラドスだと CB が高くなりすぎちゃうんですよ。おバブコースブロックしてるのありがたいな、はい攻撃下がったよ、これで泥爆弾も怖くない、全然怖くない泥爆弾、このままいけば、ただここでナマズンが吹雪を持ってた場合怖いのは、吹雪を打ってくる可能性はある、おいや TS さん、おいおほけ吹雪でしょ、知ってんだよな、分かっている分かっている、でこちらもね火力のある冷凍ビームがあるんですね、冷凍ビームはいいビームなんですよ、ここで向こうがガブル光線の火力でまあ受けれるなって思っちゃうか、はい冷凍ビーム刺さった、冷凍ビームあるんだぜ覚えとくといいぜ、でバブル光線で詰める、そう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 、ナマズやっぱ技解放してたね、まあまあまあこのねこのねあの一回弱い攻撃させてからのこの冷凍ビーム入れるこの心理戦、メンタリストよわかる、出たよマリルリ出たよマリルリ、マリルリ一応攻撃下げときましょう、攻撃下げとけばまあなんとかなるでしょう、全然なんともならない全然なんともならないぜ、とりあえずミカルキの出番があんまないんで、ここでミカルキ使っちゃいます。ここでミカルキ使っちゃおう。ジャレツクやったらもう、さよなら。ジャレツクはさよならです。冷凍ビーム。大体冷凍ビームなんだよ、マリウリって。ジャレツク持ってる個体意外と少ないね。
あのゲームウィズの方にもあんまじゃれつく答えがね見てないんですよ、マリルリのおすすめ技に。多分それがあると思う。やっぱみんなゲームウィズは結構信じてんだな。できるだけ削りたい、ミカルゲで。ミカルゲである程度削ってしまえばあとはライブ楽になるからね。ポケモン数では勝ってるから、ミカルゲ頼むわ。弱点あんまないからミカルゲ。お、いいね。さあ攻撃と防御がぐんと上がりました。これはでかい。この攻撃と防御がぐんと上がったっていう状態でミカルゲさらにいけるぞ。でこの長さはジャレスクでも打ってんのか、いわくだきだしな。はい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 、いいよ。星1星2の強さに震えろよ。お前テンプレパーティーじゃねえかテンプレパーティーじゃねえか、向こうただの星1星2に負けてどんな気持ちか聞いてみたいな。攻略サイトとかみんなの鵜呑みにしてさめっちゃ煽るやん俺めっちゃ煽るやんね。攻略サイトとかそういうの鵜呑みにしてさ、どう、サイトに載ってねえようなポケモンにやられる気分、どうどう、詰めてやる、詰めてやれ、満タイン。よし、終わった、終わったか、これ終わったな。おお、完璧じゃない。星1星2がさ5勝できたよ。これはもう YouTube もうバズりにバズるよ。はい、タイヤリした。パーティーでね、全部勝つことができました。まあ相手に恵まれたっていうのもあるし、初手の運にも左右されるんで、まあ確実じゃないんですけど、この6匹、かなり活躍できたんじゃないでしょうか。個人的には結構嬉しいね、これね。はい、なんでね、ゲームウィズの方ね、攻略見てみるとね、確かに有名なポケモン今回いっぱい出てきましたけどもね、あえてその有名ポケモンをメタれるようなポケモンって結構こうやって見るといるんで、まあ、で何よりね、ゲームウィズばっかり見てると型バレしないんですよ。もともとスーパーリーグ僕友人とやってて、その時は結構知ってたんですけど、あんま変なポケモンこういう型バレしないんで使いやすいですね。技の通りがすごくいい。満タイのバブル光線冷凍ビームはね、しかも玉ンタの状態から解放が1万の砂でできるんで、結構気軽に作りやすいのよ、満タイン。で、その満タインがラグライズとか生ずに、今回のようにね、うまいこと刺さってくれる場合もあるんで、よろしければね、こういうね、もしかしたらボックスの中に1400以下のね、なんかちょうどいいポケモン眠ってるかもしれないんで、よろしければ皆さんね、たまにはこういうの使ってみてください。はい、というわけで今回これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。